土佐光義吉名は9年8月29日は、日本の江戸時代中期に活躍した土佐派の絵師。陽名は藤光る丸。法名は常角。名は三房とも読む。水子天皇像、俗譲土佐光雄の子。幼少より画技を認められていたが、宝永7年数え11歳の時、祖父、土佐光成、その4ヶ月後に父子を優が、 相次いで亡くなり、幼少にもかかわらず、16以上、江戸頃あずとなって、家督を継ぐことになる。聖徳6年17歳で小6くらいした。左この江昭弦、教法10年26歳で、15位した。翌年大倉昭湯、教法16年32歳で、15位上。原文2年38歳で、正五位した。 原文四年団を昇中、漢方三年左京昇進と順調に意外を挙げており、以後と酒歴代では三吉が先例となって、安定したくらいにつくようになる。またとさ三沖以来、江所あずには認じられてきたものの安定した家録は、なく、仕事に応じた、画料のみ受け取る状態だった。しかし、教法九年、三吉の嘆眼が認められ、お月占領として五代所十人縁方となり、 安定した財政基盤を得ることになる。さらに、幼少の経験から、長男、高順が本家を継いだ後、次男、三津貞に分家させ組織を拡大する方策を取った。これらの方策により戸酒は、以後安定した基盤を得ることになり、幕末まで続くことになる。一方、教法19年、徳川吉宗の依頼で、老中、松平忠家用人、 山村原発なる者から書状を使わされ、三吉は、と酒に伝えられた絵巻と屏風の奮本目録、と酒所持絵巻目録を提出する。この際三吉は、書状が届いた7日後に返信していることから、将軍の求めに応じ手を当てて作成したというより、すでに整理されていたものを聖書しただけの可能性が高く、三吉が自家の奮本をよく把握していたことを物語る。 その後、この目録をもとに吉宗の求めで奮本を送ったらしく、その目録、将軍ご覧へ本目録も残されている。また、土佐波形図という家系図を作成、血縁や時系列的に辻褄が合わない箇所も見られるものの、自家の正当性を確認する意図があったと考えられる。原文3年、桜町天皇の大上界に、雪月屏風を描く栄誉を授かる。 延鏡三年眼病を患ったため職を辞し、啓発して、常覚の法名を名乗る。名は九年没、京年七十三。法名は抜き僧院安誉まれ大常覚故事。墓所は、千音寺。ウィキメディアコモンズには、戸佐みつよに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。